坊主です、今回ですけども、2月25日日曜日、場所はね博多来てます。はい、前日にねサッカー見に佐賀に来てて、で今日は、博多一泊ということで、博多泊まっての明けて、朝、もうねすでに時刻は11時とかなんですよね。でなんでこんな時間に、動画回してるのかというと、今日私は HKT48 の、劇場公演に行くということで、久々っすね。そう、本当はねその今日2公演あるんですけど、2つとも見たかったんですけど、夜はクルタンの生誕祭ということで、多分鬼のような倍率で落選し、昼のパジャマドライブ公演、多分ね最近入った子主体の公演っぽくて、知られてる子いないですまあだけどそういうやつの方が僕の場合なんか割と Vlog のレポの需要があったりするので、私もパジャマドライブ公演は久々っすね。僕とサッシーが出会った公演、パジャマドライブ公演、純情主義とかテモデモとか聞けるの熱いよね。そう、ちょっとそれは楽しみなんですよ。そうで、とりあえず今博多にいるので、東神町、俺あれ未だに分かんないんだけど、東神町、東神町でいいのかな、の駅まで行って、ペイペイドーム、ヤフオクドーム、なんかいろいろ名前変わってるからよく分かんないけど、ホークスの球場隣のイーゾ福岡っていうところの1階に HKT48 劇場がありますので、そこに向かいたいというふうに思います。12時半開演、12時開場なんで、今11時じゃないですか。まあほどほどにいい時間で、もう席はなんか 朝方確認したらもう番号が配られてて、なんだろう、席ね14列ぐらいあるんですよ、の10列目ぐらいだったかな。やや干され、まあ座れるだけいいけどね。だし AKB 劇場と違って普通に見やすい傾斜があるから、普通に、まあなので、まあちょっと楽しみにしたいなというふうなところですね。すごいスクランブル交差点、そうこんな感じですよ。朝の福岡、博多、僕は今博多に来ています。なんかさ、ホテル泊まると飲み物結構買っちゃうんですよ。でペットボトル買うと翌朝まで意外と残ってる問題ね。そう、今それに直面してて、普通に荷物がもう昨日来た段階でまあまあ重かったんですけど、ペットボトル3本分、要は 1.5 リットル分追加されて、荷物がさらに重くなってるっていう状況になってます。はい、まあそれもね、まあ旅の思い出として、しまっていこうかなというふうに思います。最近ねリュック変えましてもうなんかマジでこれ旅動画みたいになっちゃってあれなんですけど、アークテリクスっていうブランド、なんか最近っていうかもうすでに流行ってて、人気のブランドらしいんですよ。その何、山登山とかなんかそういう雪山登りとかなんかそういうアウトドア系のなんかいい感じのブランドらしいんですけど、結構バッグがいいよっていうんで買いましたね。42リットルかなんか入るやつ、結構高かった、4万ぐらいしたかな、3万、あ、4万近くしたと思う。40何リットル入る、品番忘れてましたけど、非常にいいですね。しょってて、案外ねえよ、いや重いは重いんだけど、その力点の置きどころが割といいので、結構ね
背負いやすいです、うん、そう品番忘れちゃったな。でも42リットルでだいたい4万ぐらいのリュックでググッと頭出てくるよ出てくる出てくる。マジでなんかトレッキング用みたいな、若干トレッキング用みたいな、うん、だから雪山に荷物持って登り用だから、それはねしんどくないような設計がされてんだろうなみたいなありますけど、これはちょっと今日ね、今回初めて今回の遠征からちょっと登場しましたけど、ちょっと使ってみましたけど結構いいです。うん、なんかリュックどうするか問題ってマジで遠征の時結構ちゃんと選びません？うん、そう、それがさ割と良かったですっていう話でした。めっちゃ切れてる、めっちゃ切れてんじゃんネキ、ずっとプップ鳴らしてたわクラクションネキがいた。はい、そんな感じでダラダラ喋ってたら博多駅着きましたね。前イブクルが一日警察署長イベやった広場っすよ。ぜひその時の動画もね Vlog たまあ多分アップされてるんで見ていただければと思いますけど、そう、その博多駅前ですね。うん、久々だな多分。そうマジでだって HKT の劇場公演見るの久々じゃないかな。そうそう、ほらほら、ここで練り歩きしたじゃんそうそう、博多駅な。いやでもいい街っすよね博多は。マジでもう住みたいまであるもん普通に。うん、こっから地下鉄空港線で東神町、東神町、東神町に向かいます。電車だと10分ちょいぐらい、早い、近い。うん、あとはちょっと俺 HKT のそのロッカー事情を忘れててさ、その42リットルのリュックが果たして入るのか問題ね。まあそこら辺はちょっとようわからんすけど、うん、なんかすごいのいる、すごいのがいる、なんかいるよ、なんかそれなんか喋ってる、やば何すげえすごいのがいるぞなんか楽しそうだなということで、博多駅着きましたね。よし行きましょう。はい、というわけで東神町着きましたね。はい、これですね、このイート福岡っていうのに行かなきゃいけないので、3番出口かな、ちょっとそちらに向かいたいと思います。東神町でしたね。なんだ、電車のアナウンスで判明しました。東神町でした。はい、なんか久々だなこの風景。このファミマを右に曲がるとずーっとまっすぐ行けば大体着きます。はい、まあ、それぐらいね、まあ、歩くけど割とそのアクセス自体は分かりやすいのよ。そう、はいはいはい、今日めっちゃ晴れてる、いいね。メンバーちゃんと見ました、今日誰が出んのか。栗原さえちゃん出ますね。うん、でかい。あと渋井ちゃんと生野ちゃんも出るので、まあ、その辺はかなりちょっと多分公演初見ですね。なのでちょっと楽しみにしたいなと。若い可愛い子おじさんが言うとやばいワード、若い可愛い子、うん、見れますまあそんな感じですね。そう、まあ、ちなみになんか今日のそのクルタン生誕公演はなんか3時からなんか当日券売るみたいなネット上でらしいんで、まあなんだろう、ちゃんと時間通りに僕がアクセスできたらチャレンジしてみたいなと思うんですけど、
でも絶対無理でしょう。争奪戦なんじゃない、多分わからんけど、うん、まあちょっとやれたらやってみます。そう、一応今日そう飛行機はそう何があるか分かんなかったんで、結構余裕を持ったスケジューリングなんですよ今日。だから全然夜公演見ても間に合う飛行機押さえてるんで、そこは問題ないですけど、まあでも外れても外れたで、なんだ天神町ブラを予定してたんで、まあまあまあそこら辺はまあ取れたらラッキー。夜ねハーチいるんですよね。そう、松岡花ちゃんいるし、ここ天公園見れるっていう、それもでかいんだよな。だから割合見たいんですけど、まあ取れるか取れないかっていう、まあそこもね、もう今日はその劇場公演の、まあ、Vlog ですけど、その劇場公演前の喋りも、劇場公演終わりの、まあ、感想戦だけじゃなく、福岡空港行くまで全部余すことなくお届けしたいと思いますので、まあ、これがもうマジで旅動画で、もし夜公演当たったら分断します。昼公演までと夜公演からとで分断しますけど、夜公演外れたら普通にフルパッケージで一本の動画として旅動画をお届けしますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思います。はい、結構さこの道中さ、僕はこうやってペラペラ喋って歩いてるわけですけど、普通にさ結構人混みだと嫌だよね。恥ずかしくない？恥ずかしいよね。まあ、しょうがないんですけど、YouTube やってる以上、フォークス東尋通りっていうらしい。そんな名前ついてたっけ昔から。どうなんだろう。いやいや。でももう、ほら、もうちょいあれじゃん。ペイドームが見えてますよ。うん。だから割と、東尋町駅から歩いて15分ぐらいかな。そんな感じ。そう。いやでもマジで久々だな。HKT の劇場公演。マジで、そのサッカーで、福岡来たら送って当たりゃいいなっていうモチベです。はい。そう。そうすると結構でかいんだけどね。だから次は、アビスパ福岡戦が8月にあるので、で、その時にもう僕は福岡に来ることは確定しているので、もうね飛行機は抑えてあるんです。そうそうなんです。なのであとはちゃんとそのスケジュールで今回みたいに公演があるかどうか、なんか握手会とかが変にあるとね公演なくなっちゃうから、そうそれ問題があるのよ。うん、まあそればっかりはねわからんからしょうがないけど、そうでも俺なんだっけな、4月かなんかにあれだよ、 HKT の握手会行くよ、関東であるやつ。じゃあそれも楽しみですね。池袋で湧いたんで僕。あれが今と今年最高現場っすね。池袋の HKT 全員お見送り会的なやつ、あれが一番湧いた。あんなにいい現場ないくらい湧いた。やっぱ俺 HKT なんじゃないかな実は。ただ現場的にはやっぱ AKB 劇場公演の方がさ、だってこれ年1年2しかさ行けない HKT 公演よりさ、まあ、月1月2で行ける AKB 公演の方が、公演自体はさ行く機会が多いじゃないですか。そう、じゃあそれ考えるとな、なかなか難しいもんがあるよね。ということで、信号待ちです。もうね、もうここだよ。いやてかね、花粉がやばい。普通に薬飲んでるけど花粉がやばい。
というわけで、まあ綺麗だね。やっぱ福岡もあれだもんね、港があるからさ、いいよね。うん、水の都感があっていいですよね。うん、綺麗な風景。うん、いやマジで福岡は住みたいもん。普通に住むのにいい街っぽいもん。うん、綺麗だね。いや今日も、昨日も晴れてたんですけど、今日も晴れててよかったです。うん、天気大事結構。うん、まあ、ただそのおかげで多分花粉がすごい。なんか電車とか乗っててももう鼻ぐじゅぐじゅやってる人が多すぎる。何福岡県民、何みんな花粉症の薬とか飲まないストロングスタイルの人が多いのかな、わからんけど、めちゃめちゃくしゃみしたり鼻すすったりしてる人が少なくとも僕が電車に乗ったタイミングでは必ずいるぞ。うん、ストロングスタイルニキが多いんかな。うん、まあ、まあまあ本人の問題だからいいけど、でもなんか鼻ジュルジュルやってんの聞かされる側も不快だからな。あれはなんなんとは思うけど。うん、いやー今はね、時刻は11時36分ぐらい。うん、もう開演1時間を切ってるわけですけれどもね、なんかあれなの、顔認証かなんかをしなきゃいけないんだよな、まず。だ顔認証して一旦で、そっからちょっとどうするかみたいな。あとちょっとロッカーの大きさ確認しようとすると、リュックがねやっぱでかい。もうパンパンに入ってるんで、今42リットルパンパンに入ってるんで、それをねなんとかせんきゃならんのですよ。いやー階段しんどい、もうこんなん動機息切れだわ。うん、もうこの状況でさ喋りながらさ、もう大変。あ、オッケー、はいはい、あれです、あれがいいぞ福岡。あ、なんか走ってんじゃん、ぐるぐる。あれ何、怖っ。どんなもんなんですかね。今日はあれですよ、もがみななかちゃんとかも出るみたいですよ。案外なんか名前の知ってる子もいるっていう。まあそんな感じっすね。いや久々来たな HKT 劇場。はい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 、目の前がいいぞ福岡。これね、これがいいぞ福岡で、こっちのちょっとちょい見えてる茶色いドームっぽいのがペーペードーム。もうちょっと近づくと分かるんですけどね。はいはいはい、いやーすごいね、劇場公演行くまでにこんだけ喋るっていう。うん、でも行くのちゃんと渋いちゃんちょっと楽しみかな、若くて可愛い子。私の一番可愛いところに気づいてるみたいな、若くて可愛い女の子に気づいてるおじさん。厳しいな。替え歌が厳しいな。え、なんかアトラクションがあるな。あれやったことある人どんぐらいいるんだろうな、アトラクション。さすがに俺この年であのアトラクションはちょっとビビるな。あ、見えてきましたね、見えてきました。はい、ペーペードーム、ペーペードームといいぞ福岡。そう、いやー久々で、まずはそう本人認証、顔認証をクリアいたしますというとこですね。はい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 、パジャドラな、必殺テレポートとかあるよね。
あ、俺ちょっと振り込みできない。天もでもは余裕、天もでも純情主義は余裕。そう、え、必殺テレポート聞けんの、え、ちょっと熱くない？俺結構好きなんですよ、必殺テレポート。てかそもそも初日聞くのも久々だな。初日な、懐かしい。いや、時空を超えたって、パジャドラオリメン見てますからね、僕もちろん。当時の2008年3月開幕したあのパジャマドライブを、だって2008年でしょ、今2024年でしょ、やばない、16年も俺やばいね、そんなに見てんの俺。まあしょうがないよな、しょうがない。まあちょっと見ていきましょう。はい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 、着きました。すごいね、HKT 劇場あります。ちょっと行きましょうね。ここです、ここ HKT 劇場。あー懐かしい、これだったわ、このエスカレーターだったわ。はい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 。ただ荷物がめちゃあるのよ今日。はい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 、もう見えてきますよ、 HKT48 劇場。でも久々じゃない、やっぱり僕の Vlog で取り上げるのっていうか、うん、結構久々な気がするな。ちょっと見ましょう。はいはい、壁掛けもちょっと舐めながら、はい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 、これが HKT48 劇ですね。はい、というわけで、劇場公演行っていきたいと思います。はい、公演終わりまして、時刻は2時35分ということで、まあ、約お見送り含めて2時間ちょいっていう感じですね。はい、早速公演の感想をやっていきたいと思うんですけど、まあ、久々のね、そのパジャドラ公演で、そのなんか、あ、そういえばこういう曲あったよねっていうのを久々感じましたね。あのなんだ、水風は嵐に夢を見るとかさ、あれ確か作曲家の人が捕まっちゃってしばらく封印されてましたけど、もう解禁されてるんですねっていうのと、あ、そもそもあの16人公演っていう、まさかの HKT で再びその16人公演を見る日が来るとはということで、 AKB もね、その16人公演復活したってことで最近話題ですけれども、HKT は多分もうすでにね、あの復活してて、あ、なんか人数多いなと思って見てたら普通に16人公演でした。懐かしさを感じますね。だコロナより前以来なんだから、多分5年ぶりとかじゃないかな、多分16人公演見るの。そう、すごい、まあ男の子が号泣しながらチャリ乗ってるぞ。まあいいや。で、あとあれだね、ユニット分けの、その全体曲中盤曲のあの制服調の衣装はやっぱりバキバキに決まりますね。あれやっぱいいよね。あれ割と好き、パジャドラ公演の衣装の中だと。そうそう。であと、そう、白いシャツだったね。どういうラストどうなんだっけなってなんかど忘れしてたけど、白いシャツでしたね。白いシャツのあれいい曲でしたね。うん、めちゃめちゃ、そうそうそう。で、あ、そうそうそう、必殺テレポートは普通に決まりましたね。うん、普通にいい曲だったわ。うん、あとは、ジャンヌも久々見たわ。そう、めっちゃ久々見た記憶ある。そう、なんだ、まあそんなとこ、純情主義天もでもはなんかもう懐かしさが込み上げてきましたね。うん、なんかそう、よく当時の話で言うと、まあ、サッシー出てたわけですね。菊池彩凛の菊池彩香ちゃんが辞めちゃって、サッシーが B 昇格して、でジャンヌポジやってたとかなんですよ。で当時 B オタに
ジャンヌの時にふざけ、立ち台のお宅にふざけられてて、ちょっとかわいそうなリノちゃん、当時ガチ恋の俺、ちょっとやめてもらっていいですかみたいな、ちょっと気まずくな、オタク同士気まずくなるみたいな、ありました当時。そんな、まあ、ガチ恋だったんで僕は、当時ね、はい。で、あとなんだろうな、そう、なんかどんどんね、思い出してきましたよ。そう。あの、久しぶりのパジャドラを見て僕は。うん。でも、久々に見ると、やっぱいい公演だなっていうのと、やっぱ公演16人の方がいいな、単純に。やっぱりね、一回、今日初見の子結構いたけど、やっぱね、場所がね、10列目ぐらいでね、絶妙にこう、あの、顔を識別できるかできないか、みたいな感じだったんで、あの、お見送りの時はもちろん見たけど、うん。そんな感じだったんで、うん。一発で覚えらんない、ちょっと覚えらんない子がいるなっていうのが、多分16人公演の良さなんだな。うん。そう。だから、次も来ないとっていう、そういう風に感じさせる、多分絶妙な人数なんだと思いますよ。うん。改めて思いました。うん。それは、ちょっと AKB の16人声も当たればですけど、楽しみですね。うん。いやー、しかし、めちゃめちゃ Vlog の素材が溜まっていく。これ多分、動画多分、上がるのちょっとラグがあるんであれですけど、言いますけど、ちなみに明日、月曜日、もう、AKB の声が当たってるのです。そう。だからさ、もう、どんだけ活動してるの俺みたいな。ニアジョイのコンサートから始まるよ。そう。遠征もしてよ。まあ、そんなかな。で、メンバー的に気になるメンバーは、やっぱその、イクノちゃん、シブイちゃん、ミナリナ、リナミナ、は、ちょっと、あの、池袋で、一応顔は判別できてたんで、ちょっと中心的に見てましたけど、なんか喋ってるところ見るのは割と初めてだったかもしんないんで、あの、渋井ちゃんいいっすね。渋井ちゃんは絶対にあの、何その、車に構えてるオタクの対応とかうまそう。めっちゃ喋ってくれんじゃん。あの子絶対。いや、渋井ちゃんの握手券は全然あれ、いいんじゃないって思った。ちょっと握手券買いたいかもって思った。うん。いや、それぐらい、なんかね、渋井ちゃんの MC だけで、まあ、判断していいのか問題はありますけど、めちゃめちゃ、あの、接しやすそうネキな。ネキっていうか、もうネキでもない。めっちゃ若いんだよな。もう中学生とかでしょ。中学生やばいよね。若くて可愛い子だよね、普通に。やばいと思う。そう。いや、いいんだけど。そう。あと、だから、その相対的に見ると、イクノリナちゃんか。渋いミナちゃん、イクノリナちゃんか。そう。イクノちゃんは、割と、なんかこう、おしとやかなんじゃないかっていう、公演では、その渋いちゃんがガンガン来るから、そんなイメージだったっすけど、まあ、話すと、多分、年相応なんじゃないかっていうところまでは、もう僕のフィルターは、僕のあの、嗅覚は、うずいております。はい。でもやっぱちょっと握手会行きたい、行ってみようかなって思うのは、渋井ちゃんかな。多分、知られたらでかい。知られたらでかい。で、多分、二人ともに知られたらもっとでかい。絶対に楽しくなる。そんな気がする。2月の福岡、皆さんいかがお過ごしでしょうか。コーズアンダーグラウンドでございます。はい、そうそうそう、そんなとこかな。あとはちょっとわかんない、あの、もがみななかちゃんが公演でパフォーマンスしてるの多分初めて見たな。うん、結構いいね。なんか HKT 感のない感じのこうな印象がありますけど、案外いいなっていう。うん。手も出もとかバッチリでしたね。
ぱね、栗原さえちゃんはやっぱ可愛い。美人。バキバキ、バキバキに決まりましたよ。もう見てるだけでバキバキに決まるっていう。もう奇跡のメンバー、栗原さえし。そう。よかったな。栗原さえちゃんよかったね。で、なんか MC 中で、MC でなんかあの、私たち一回り違うんですみたいな、一緒なんですトークがなんかそこそこ繰り広げられてて、あマジかみたいな。でも俺も一回り違うメンバー一回りどこじゃなくなってくるなみたいな二回りの子出てくんじゃないもうすぐみたいな感じですけど、まあ、戦々恐々としながら僕はその MC を聞いてましたが、まああるよね、そういうことあるよね。そう、あとはなんだろうな、だ渋井ちゃんちょっと気になったなって感じ、今日の公演では。なんか知られたら、知られて前の方で公演見たら割と楽しいんじゃないみたいな、お見送りも含めてって思った。あと単純に握手会も良さそう、わかんない。これレポいりますか？レポいるようであればコメントください。でこれ買い足すのはやぶさかでないです、渋井ちゃんに関しては僕は。あとは有識者の人がもしいるんだったら、いや渋井ちゃんには実は生野ちゃんの方がいいですよみたいなあれば、あの合わせてコメントください。ロッキーありだな、ちょっとロッキーありだな。だってそれに加えて柳瀬レイヤーちゃんいるでしょ、だって HKT ってバキバキ美人面柳瀬レイヤーちゃん、いや熱いよね、すごいよね、人材が揃ってますね。あとなんだろうね、トピック的にはまあそんなとこかな。気になったね、瀬戸利公演の感想、まあ大体そんな結構言ったかな。で、これからその何夜公演のチャレンジをして、で、それちょっと時間あるからちょっと移動して、あの昼飯を食うと。昨日ね、居酒屋行って屋台行ってラーメン食って帰ったんですよ、夜。もうフルコース、ほぼ博多フルコースみたいな感じだったんですけど。で、その、長浜ラーメンを、中洲の長浜屋行ったっす。で、今回は、その赤坂の長浜屋、しかも元祖の方じゃなくて、家市の方にちょっと行きたいと思ってて、で僕はね、その最近その長浜ラーメンの動画をめっちゃ見てるんですよ。でベタ生っていうのを、まあそれは昨日ね注文して食べて達成した、まあそれはあのサッカーチャンネルの方のあの Vlog もね合わせて見ていただければと思うんですけれども、そう、その僕がよく見るそのよかめしたいっていう YouTube チャンネルの人がよく行ってる店は、その僕が昨日行った中洲の長浜屋、通称家にではなく、その赤坂のその元祖長浜屋の屋の方、あの屋号の屋の方じゃない家の方の長浜屋、長浜家で家一っていうらしいんですけど、そっちにちょっとこれから行って長浜ラーメンを食べたい。だ2日連続の長浜ラーメンもどんだけ食うねんって。だから YouTube による印象ってすごいな。どうしても行きたいってなっちゃうの。そう、まあだからちょっとそこに向かいたいというふうに思っております。移動します。はい、残念なお知らせ、夜公演のチケット争奪戦は秒殺で負けましたね。めっちゃ早かったわ。普通になんか多分結構ちょっと重かったんで、そのタイミングでぬるぬるって多分行けた人は変えたんだと思いますけど、多分そもそもそんなに枚数が多分なかった説ですね。ということで、これから9時まで、もう9時ぐらいの飛行機に撮ってんで、今ね2時、今3時か、今3時でしょ、約6時間
あのフリータイム突入ということで、まずはあのさっき話したね、長浜屋、長浜家、家市、家市の方に向かいたいと思います。いや昨日もね長浜ラーメン食べたけど、全然今日もその口ですいやーほんと、いや楽しみだわ。大堀公園駅から歩いて約10分ぐらいで Google マップでアナウンスが出たので、ちょっとそれに従ってちょっと歩いていきたいというふうに思います。なんか若干曇ってるな。普通さっきまで晴れてたのにね、普通に曇りになってる。雨降るとやだな。でも今日ね、まあ、元のその公演の当日券なんて当てにしてなくて、その劇場公演終わった後の予定は結構いろいろ考えてたんで、ちょっといろんなところ行きたいなと思います。あー見えてきた見えてきた。あれ普通に並んでる、並んでますね普通に。だって今3時だよ、3時過ぎだよ。あ並んでるわ。あちょっと行ってこよう。これこれこれがケイチ、イエイチ、長浜屋。はい、というわけで長浜ラーメン食べまして、ケイチ、イエイチ、美味しかったですね。やっぱちょっと違うね、中洲の家にの方とはまた違いますね、ちょっと味が。で、これからミリタリーショップワイパーさんかな、軍物のなんだっけ、デッドストックみたいなのが売ってる洋服屋さんに一度行こうかなと思って、バスに乗って向かおうと思ってるんですけど、さっきバス来てね、 Google マップだとこのガンセンター行き乗りって言われてたから、この中川営業所行きっていうのが来たんだけど、スルーしたんですけど、これよーく見るとここで降りればいいらしいんだけど、あさっきのでよかったじゃんみたいな。いやーやらかしたわ、やらかした。なんかバスよくわかんないっすよね、バスむずいっすよね。ということで、もう一本後のバスを待ちます僕は。はい、着いた着いた。ここだね、ワイパー合ってんのかな、やってんのかな。あ閉まってる、いややってる、やってるやってる。買った買った、なんかドイツ軍の良さげなコートというかジャケットというか買いましたね。あいい買い物したわ。はい、というわけで天神に着きましたね。ケゴ公園ですよここは。これからねそのシュプリーム福岡にちょっと行ってみようという風な感じです。はいはい、ああ見えてきた見えてきた、やってますねシュプリーム。あ普通に並んでる、並んでますシュプ、普通に入店並びやってるわ。もう特に目ぼしいものもなく、なんか東京で売り切れてて福岡で残ってるってのは逆にないですね。もう普通に品薄。次はねアートブラウンさんっていう僕の好きなレザーショップ屋さんに行きます。ありました。
買いました。あのメガネケースを買いましたね。レーザーのかっこいいんですよ。いや、よかったよかった。もうこれで爆買い終了かな。あとは飯、今ねちょうど5時ぐらいだから、あとタイムリミットまで4時間まあまああります。はい、ちょっとポツポツ霧雨みたいになってますね。ということで時刻は、もうすぐ6時。なんだかんだでね、やっぱりその待ちぶらすると待ちぶらしたで時間は遠すぎるのですよ。で、まあ8時前ぐらいには空港に着いていたいなという気持ちなんで、まだまあ1時間2時間前後ちょっと暇だと、ということで、まあ、最近ハマってるのが、僕はちょっと C 社にハマってるので、 C 社バーが天神にはいくつかあるそうで、ちょっと検索して一番上に出てきたところにこれから向かいたいというふうに思います。はい、いい感じに散るって、7時40分ぐらいなので福岡空港向かいたいと思います。はい、空港到着、ということで、これからねラーメン滑走路に行って、うなりのジェノバラーメン食って、あとも飛行機に乗って帰るというふうな計画。混んでないことを祈る。これでめっちゃ並んでたらしんどいな。ということで搭乗手続き後回しにしてラーメンカストロに並びます。混んでるかな、どうだろう、そこが一番心配。いや今回ね、そのラルキーのペペ玉を断念して長浜屋を連チャンしたので、さすがに空港でうなりぐらい食って帰りたいと。あのだいたいね福岡来たら必ず食うの、そのどっちか、まあ、またはどっちもなんですけど、いや混んでるかな、わかんないな。ほどほどだったらいいな、混んでたとしても。だからね、うなりのねジェノバラーメンって僕おすすめなんですよ。めちゃめちゃうまい。あの福岡空港使う機会があったら絶対に行ってほしい。それぐらいおすすめ。あ、いける、開いてる。なる、これね、ということで、ようやく帰ります。土曜日の始発で来て日曜日の最終で帰るという感じですけど、これから飛行機に乗って無事東京着きたいなと思います。はい、というわけで無事東京戻ってきました。これにて Vlog、サッカー編はサッカーチャンネル、アイドル編はこのチャンネルということで、土曜日日曜日それぞれ完結ということで、ご視聴ありがとうございました。